皆さんおはようございます、ようやくですね任天堂ダイレクトにおいて続報がやってきました。約2分間の映像となっておりまして、公式からは約2ヶ月ぶりの情報となりますね。先月は各ゲームメディアから先行プレイ映像が公開となりましたけど、それ以来っていう位置づけとなりますね。で、今回メイントピックスとして何が公開されたのかっていう点なんですが、まあこちら任天堂ダイレクトで見ていただいた方であればわかるかと思いますが、魔物使いが正式に追加されることがこのタイミングで公式の口から初めて明かされました。まあ以前からですね、映像にちょこちょこ映っておりましたので、まあユーザーの中ではですね、かなり有名な話でしたが、公式からの口から明かされたのは今回初めてじゃないかな。で、あとはですね、こちら、キャラのデザインがいくつか選べるとか、あとボイスもですね、何パターンがございまして、それで選べるとか、まあ割とね、キャラデザインについてはブラッシュアップが、以前の作品と比べるとあるのかなと思います。で、まあそういったところで、各ね、メディアからもこういった形で、続々と、今回の任天堂ダイレクトの記事が公開の運びとなりましたが、いやーついにやってきたか、ドラクエ3リメイク。ただ逆に言うと、今回の情報においては、残念ながらですね、このドラクエ3、職業魔物使いが登場と書かれておりますが、まあこれぐらいしか、追加されてないんですよね。そう。これぐらいしか追加されておらずで、まあ他の情報については特になくみたいな。まあできればですね、なんかもうちょっとね、新たな情報がやってきてくれたら嬉しかったんですが、まあ特段今回はない状況でした。で、人気ゲームですね。ドラクエ3リメイク。こちらの新情報が発表されたと書かれておりますが、まあ今回そんなにね、情報らしい情報はやってこなかったので、まあそう考えたときに、また来月以降に公式から別途情報がありそうな感じがしますよね。多分もうちょっとね、流度がね、高まった情報がやってくるんじゃないかなと思ってて、まあ結構今回の情報についても、あと映像についても結構、なんだろう、取ってつけたような内容になっていたので、例えば、なんだろう、まあトレーラーっぽさもそんなになく、まあ、凝ってもなく、まあ、単純になんかプレイ映像が垂れ流しみたいな感じになっていたので、まあ、ここからね、いかに流度が高い情報が今後出てくるかってところが注目すべき点かなと思います。まあ、今回はね、本当にドラクエ3って書かれておりますけど、まあ、リメイクで書かれているけど、主人公の父、オルテガの人柄であったりとか、まあ、旅路がわかるエピソードが追加されたりとか、また新たな強敵が追加されたりとか、まあ、結構ね、追加要素がたくさんもりもりあるんですよね。で、まあそういったところも相まって、まあ割とね、以前、まあ自分たちが知っていた、まあドラクエ3とは、割とですね、まあ異なっていると、まあそういった状況なんですよね。だからまあ全くの別ゲーっていうわけではございませんけど、まあ割とね、今回のドラクエ3については期待が持てる内容に仕上がってきているんじゃないかなと思いました。はい。まあいろいろね、嬉しい内容は結構ありますけどね。ただ個人的に気になってくるのは、11月14日に発売予定となっておりますけど、まあスケジュール的なところですよね。で、まもなく9月を迎えるわけで、で、9月迎えると、あとですね、2ヶ月と2週間で発売の運びとなりますので、まあでかい情報がやってくるとすると、9月のタイミング、まあそして10月のタイミング。まあこの2つかなと思ってて。でまあドラクエとかファイナルファンタジーとかもそうなんですが、まあ例えば発売1週間前とか、2週間前とかに駆け込みで新たなサプライズ情報みたいなものはあんまりやってこないので、まあ情報的にはまあ10月中にはできて、でまあ11月14日の発売を迎えるみたいな感じでしょうか。で、あとですね、今回の任天堂ダイレクトで報告があるんじゃないかと予想されておりました。今回のこの体験版の件ですね。まあこのタイミングで体験版の公開もあるんじゃないかと。っていうのも、ドラゴンクエストモンスターズ3の体験版がかなり早く公開されましたよね。で、そういった前例もですね、直近でございますので、
まあ発売まで残り2ヶ月2週間程度になってくるので、まあこのタイミングで発表されても全然おかしくなくで、かつまあ9月から随時できますよみたいなアナウンスがあってもおかしくないんですよ。ただ今回はありませんでしたね。まあ体験版があるかどうかっていうところが、まあ今ユーザーの中ではですね、結構関心が高まっているんじゃないかなと思っておりますけど、まあ体験版が出たところで、まあ RPG だからね、まあ出てくれたら嬉しいけど、まあリアハンだけでもね、プレイできれば嬉しいんですが、まあ、なんだろうね。まあそんなに体験版出ても目新しさはないので、まあ本番ぶっつけみたいな感じで、まあ11月14日にプレイするっていうのも全然ありだし、まあ体験版出てくれても出てこなくても別にいいかなっていう、個人的にはそう思ってますね。まあこの手のゲームに関してはね、別になんか全くの新規タイトルってわけではないからさ、まあある程度ストーリーの概要とかも分かってるわけだから。ただどちらかというと、今回新たに追加された要素とか、なんかそこがね、体験できるんであれば良いかもしれませんね。ただまあ知名度的にもそうですし、で、実際に一回やったことあるぜっていう方も多いので、まああんまり体験版をね、出すことによって意味があるかと言われると難しいですからね、今回に関しては。まあそんなところで、とりあえず来月、公式より情報が何かやってくる可能性があるかと思いますので、一旦それ待ちかな。ただまあ、来月はあれですよね、東京ゲームショウがあるのか。ただ、ちょっとごめん、まだ確認はしておらずなんですが、東京ゲームショウではスクエニって、まあスクエニというかドラクエ3リメイクか、こちらって出展されないよね。ちょっとまだね、ラインナップ見てないんですが、おそらく入ってないよね。だからまあ東京ゲームショウの前か、後になるのかな。まあどこかのタイミングで何かあるんじゃないかなと思っています。はい。まあとりあえずそういった感じでしょうか。ただまあドラクエ3の新情報か。これって皆さん的にどうですか、今回のこの情報は。ぜひね、皆さんの感想とか印象とかをですね、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。まあできればもうちょっとね、濃い情報が欲しかったとか、期待していた内容とかなり違ったとか、まあいろいろね、思うところがあるかと思いますので、ぜひ一言だけでも良いので、皆さんの思ったこととか感想等をですね、コメント欄で共有いただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。いやー、ドラクエ3の新たな情報公開されたけど、ただね、ちょっと思ってるより、なんか情報がね、微妙だったよな。まあ嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、もうちょっとなんか大きな情報がやってくるのかなと思っていたんで、若干そこは残念でした。まああくまでこれ個人的な見解なんで、はい、参考程度に受け取ってください。まあとりあえず、来月かな？情報また待っておきましょうか。お疲れ様でした。バイバイ。